はい、こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。2019年11月、今日は19日ですね。はい、11月19日、今日はですね、当然こんな感じなので、自宅からはお届けしておりません。新潟県は糸魚川という場所から、配信しております。配信じゃないか、収録録音しております。まあ結構ね、番組を見てくださってる方もちょこちょこいるんですけれども、水曜日の23時59分、夜12時ぐらいから、実際どうなのかと、日テレでね、実際どうなのかという番組やってまして、俳優の生瀬さん、そして、芸人の花丸大吉さん、そして女優の森川葵ちゃんが MC を務めてる番組でして、僕も月1ぐらいで出させていただいてます。で、まあ、僕はですね、レギュラーコーナーというか、僕が出るときはただのもの、無料ただのものを拾ってお金に換えるというですね、企画をやらせていただいてて、で今日はまたね、まあ、別のもので新潟県の糸魚川というところに来ております。次のオンエアはですね、12月の15日に、今日これ来てるロケのやつではないんですけれども、先月また今月頭ぐらいまでやってたのかな、先月末ぐらいまでかな、別の企画でロケをしてまして、そちらでロケと、あとスタジオでも収録したので、そちらの模様が12月の15日だったと思います、確かぐらいに放送されるので、ぜひよかったら見てください。で、まあ最近だとこのボソトークをですね、聞いてくれてる人はわかるかと思いますが、まあ、台湾行ったりとか、あちこち行かせてもらって、今日も糸魚川で、明日が石川県金沢市か、なんかボージョレ・ヌーボー、ワインのボージョレ・ヌーボーの、解禁が11月21日なんですって。で、明日が20日でしょ。で、20日の夜、21日解禁だから、そのカウントダウン、イベントみたいなのがあって、もう夜金沢に入ってイベントに出て、で泊まって帰ってきて、一本東京で仕事して、次は兵庫県新神戸に行ってまた帰ってきてみたいな感じで、まあとにかく東京で全然仕事してないんですよ。泊まりばっかりで、ありがたいんですけど、イベントだとか番組のロケだとかでいろいろ行かせてもらってるんですけど、まあ、その土地土地の方の食べ物だったりとか、いろんなものをね、食べさせてもらったりしてます。ありがたいんですけど、まあこんな感じの毎日を過ごしてるんですけど、まあ、僕はですね、密かに、まあ特にその公言もしてなかったし、別に言う必要もなかったから言ってないんですけど、SNS、インスタグラム、TikTok、Twitter、この3つの総フォロワー数を年内に100万人を密かにちょっと掲げてたんですよ、目標として。まあ別にそのやっぱりこういう時代だから SNS のフォロワーが増えるっていうのは、まあ、プラスでしかなかったり、するんだよね。その SNS の数字で来る企業の案件とかもすごく多いし、だから密かに掲げてたんだけど、まあちょっとなかなか難しいだろうと。でその当時で言うと、インスタグラムのフォロワーが38万人ぐらい、ツイッターが15万人ぐらいの、インスタグラムが30万人ぐらい、それ全部合わせると38足す15で、53足す、TikTok30 万人としたら83万人とかでしょ。で残りの17万人をどう増やすかみたいな感じで思ってたんですけど、やっぱりね、意外と目標って立てたら、なんか一個例えばバズったりとか、
した時にね、いい方向に行くんですよね。100万人って目標があるから、そっからどうしようとかってなってて、で今結局インスタグラムが42万人まで伸びて、 TikTok も38万人ぐらいになってるのかな。それでもう80万人でしょ。で Twitter が今7万人ぐらいまでいったんだよね。だから意外といくもんだね。97万人でしょ今で、あと3万人年内あと1ヶ月ちょいでね行くので、もし今見てくれててなんかどれかでも、まあ改めてフォローしようかなっていう人がいればですね、ぜひフォローしていただいて、なんかねそういう一部というか、まあいろんなところでいろんなことを発信してるので、いろいろね皆さんも共有してくれたらなと思っております。まあ、この YouTube に関しては、今1万3000、1万4000弱とかなんで、まあ、そんなんとか含めたら本当に100万人とか引くんじゃないかなと思ってて、で今ねいろいろちょっとやってまして、まあ、自分がどんなことができるのかなってチャレンジ期間なんですよ。まあずっとここ、僕2017年からテレビ出させてもらうようになって、約3年間ぐらい、なんとなくですけどちょこちょこテレビとか出たりとかいろんな活動してて、まあ、やっぱり小栗旬さんのモノマネ、基本的には小栗旬さんのモノマネでやらせてもらってきたんですけど、もっともっとこう自分の中で、自分の中ではこれちょっと人前に出すほどのレベルじゃないのかなっていうのでも、意外とみんなが反応してくれたりっていうのがあったりするんですよね。例えば僕筆字ってすごい大好きで、あの小さい頃テレビゲームとかすぐ飽きちゃって、なんか筆ペンでペンテルの中字、あの中くらいの字で中字の筆ペンで遊んでたりしてたら、まあ、結構字が上手に書けるようになったとかで、ステッカーをねこう作ったりしてたんです。例えばこれとか、女磨くわって、なんか女子が好きそうな感じのステッカー、女磨くわとか、新しいのと、まあ、スマホ依存、まあ、自分もそうなんだけど、今のゲーム現代病みたいになってますけど、スマホ依存手のちょっとねピントが合いづらいとかね、まあ、こんなステッカーを作ってイベントとかの時にね配ったり、まあ、販売したりとかしてるんですけど、あとはもう後輩とかがこういうの作ってくれたりするんですよ。こうキラキラのシール、おばたのお兄さんのキラキラシールとか。だから今もう何が言いたいかっていうとね、その自分でいろいろ発信できたりとか、こういう作るのパソコンとかもすごい発達してきて、もうこんな簡単に作れるんですって。だから結構今もうフリマアプリとかもねいっぱいあるじゃないですか。メルカリとかあんなもあったりとか、なんだっけあれ、バイマじゃなくて、なんかその自分で店舗、ネット店舗持ってるやつとかもいろいろあって、まあ個人がその自分から行動しようと思ったのを実現化、具現化できるっていうのがすごくいい時代だなと思います。ただやっぱりリスキーなところもすごくあって、それをこう足上げを取られたりとか、なんて言うんだろうな、SNS の発信の仕方を一つ間違えたら、やっぱちょっとこうマイナスプロモーションになってしまうとかね、ゆきなさんのあれとかもありましたけど、まあ、やっぱ残りますからね。デジタルタトゥーっていうぐらいで自分らの発信したことってやっぱ残っちゃうから、まあ気をつけなきゃいけないなとは思うんですけど、まあいい時代でもありますよね。なんかそれをこううまく時代に合わせてやっていけたらなと思っていろいろやっていってる最中でございます。でね、そのインスタグラムとか SNS のことで言うと、結構ね僕のそのインスタグラムとかフォローしてくれてる人って、あの若いママの人がすごく多くてありがたいんですよね。小さいお子さんがいて子供が真似してますとか、子供の寝顔がこうやって、ね、寝相がこうなってますとか、マーキングしてますとか言ってくれたりとか、結構僕はあの返信はしないものの全部見てるんですよ。1日に
平均でいうと100件近くかなメッセージとか来てるんですけど、ちゃんと全部見てて、一応は既読がつかないように見てるんですけど、で気になったのとかはこう全体の自分のメッセージのとこポンって上げつつやってるんですけど、そこでこの前来たのがね、この前って昨日か、僕ちょっと知らなかったんだけど、さよなら三角また来て四角っていう、なんか、童謡というか絵本があるらしくて、でそれに歌がついてるんですって。さよなら三角また来て四角、四角は豆腐、豆腐は白いみたいなのがあって、であるママが僕にメッセージを送ってきてくれて、この、絵本の歌があるらしいんですけど、ちょっと探しても出てきません、でよかったら綿のお兄さん歌つけてくださいっつって、あ、なるほど、そもそもない、歌がないこの歌詞に曲をつけるのは面白いなと思って、僕ちょっとだけギター弾けるから、もう僕もあるって知らなかったから、結論から言ってあったんですよ、あったのね。そうで、そのさよなら三角また来て四角のもともとあった曲調が、さよなら三角また来て四角、四角は豆腐、豆腐は白いみたいな、ちょっと音程違うかもしれないけどこんな感じだったんですよ。でそれ僕知らないから、めちゃくちゃ NHK の E テレっぽくギターでね、めちゃくちゃ雰囲気よく、さよなら三角また来て四角みたいな感じでしっとり歌い上げちゃって、でいやそれ歌ありますよって聞いたら全然違くて、むちゃくちゃ恥ずかったんですよ、しっとり歌っちゃったもんだから。おばたのお兄さん、あんなさよなら三角また来て四角とかいうあんな淡白な感じのめちゃくちゃしっとり歌い上げてるじゃんと思われたらすごく恥ずかしくて、うん、まあでもそのママはね、ママからしたらありがとうございますって、あの歌ってみますなんて言ってくれたからね、救われたんですけど、まあそんな感じで、例えば皆さんが読んでる絵本とかなんか歌詞があってそれに音つけてくださいとかも僕も平気でやりますんで、よかったらですね、そんなも送っていただけたらなと思います。さあ今夜のボソトークはですね、頭でも言いましたけど新潟県糸魚川からお送りしました。皆さんまた明日もね、学校お仕事あると思いますけれども、今日もゆっくり休んでください。それではおやすみなさい。おばたのお兄さんでした。また明日。